第3代マームズベリー伯爵ジェームズ・ハワード・ハリスは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の保守党政権で、閣僚職を歴任した。1807年3月25日、第2代マームズベリー伯爵ジェームズ・ハリスの、長男として誕生。母は、ハリエット・スーザン。イートン校を経て、オックスフォード大学、オリオルカレッジへ進学。 1841年6月にウィルトン選挙区から保守党の庶民議員に当選する。同年9月にマームズベリー伯爵位を継承し、貴族院へ移籍。1852年2月に成立した第一次、ダービー伯爵内閣には外務大臣として入閣した。ハリスケが代々外交官の家系であることと、ダービー伯爵へのコネによる人事であった。 当時のイギリスでは1848年にフランス大統領に当選したナポレオン・ボナパルトの甥い、ルイ・ナポレオンへの恐怖感が根強く、フランスの攻撃に備えるべく軍拡機運が高まっていたが、マームズベリー伯爵は財務大臣ベンジャミン・ディズレーリと共に、その不安を解消に努めた。マームズベリー伯爵は長らくディズレーリと名友関係だったが、第一次、 ダービー伯爵内閣崩壊後の野党期に、ディズレーリが、保守党庶民委員内総務として政府に対する徹底抗戦路線を決定したことに反対したことで、彼と溝ができた。1858年2月に成立した第二次、ダービー伯爵内閣にも、外務大臣として入閣。フランス皇帝ナポレオン三世と、サルデーニャ王国宰相カブール伯爵。 カミッド・パオロ・フィリッポ・ジュリオ・ベンソが開始した、イタリア統一戦争に際しては、ビクトリア・女王や首相ダービー伯爵と共に、親オストリア派とみなされていた。対して、野党の自由主義派は、民族自決用語から、親、フランス・サルデーニャ派であり、世論もフランス・サルデーニャ支持の声が大きかった。結局この件で自由主義派の保守党政権、党格機運が高まり、自由党が結成された。 これを警戒したマームズベリー伯爵は政府が親オーストリア派であるという噂を否定する必要があると考え自分の書いたイタリア問題指示書を議会に公表することを庶民院内総務ディズレーリに提案したがマームズベリー伯爵を信用していなかったディズレーリはこれに応じなかった結果野党は内閣不信任と同義の女王法等決議案 修正案を13秒差で可決させて、第2次、ダービー伯爵内閣を総辞職に追い込んだ。この結果について、マームズベリー伯爵は、イタリア問題の文書を公開すれば、修正案に反対すると言ってくれた、野党議員は12人ないし14人はいた。と述べて、残念があった。1866年6月に成立した第3次、ダービー伯爵内閣には、 外務大臣としての入閣を断り、首相ダービー伯爵の息子であるスタンリー卿にその座を譲った。マームズベリー伯爵は王子少書として入閣した。1868年2月にダービー伯爵が病気のため引退し、代わってディズレーリが首相、保守党党首となったが、この際にマームズベリー伯爵はダービー伯爵が務めていた。 貴族院院内総務務の地位も兼務した第一次、ディズレーリ内閣当閣後、マームズベリー伯爵は保守党貴族院院内総務の地位を辞した。1874年2月に、第二次、ディズレーリ内閣が成立すると、再び王子証書として入閣し、1876年まで、勤めた。1889年5月17日に死去。82歳だった。 子供はなく、老いのエドワード・ジェームズ・ハリスが借位を継承した。サウス・ゲートは、著書、1832年から1886年ホイックの変遷の中で19世紀英国外務大臣は、党派で分けるより機質で分けた方が良いとし、活動派として、カニング、パーマストン、ラッセル、受動派として、アバディーン、グランビル、マームズベリーを挙げている。1830年に、 第5代タンカービル伯爵、チャールズ・ベネットの娘、コリザンド・イマ・ベネット城と結婚したが、子供はなかった。ありがとうございます。